2017わらなは風呂の神奈川 ATZ My LEAP、何をとってもとこは辛いもん、ろくに生活もできない不甲斐もん、人生辛いもん、歩いてる旅路合わせる顔も寝よな妹、久々帰りゃ家にもいねえな、まるで昔の俺を見てるみてえだ、酒も男もほどほどに、なんてありがた迷惑な兄貴ずら、とはいえども分かってんだ、いいかよく聞け、人生はアップダウン、安定なんてないて不安でしょうがねえ、こんな時代こそ笑ってごまかせ、いい年こいてウィーケンは死んでる、クズで最低、親不孝もんでも夜なこんな兄貴じゃ恥知らずとはまさにこのことか、感謝とリスペクその重さ持てねくらいヘビーダメな大人だいぶふざけてる、でも暮らせて浮かせてる足いまちにつかせてる相方ジーム夢が見てんだ、今その足をそこに向かわせてる、あはなんて言って強がって勝って分かってないってクズで最低でも背中で語れ、次会う時はくしゃくしゃに笑え、いつもサンキュー30まで半分、未だ自慢の兄貴じゃない、それでも一杯ごじゃりが、はい、あ、これどうも失礼去年のお方、どうぞ、あとだよ、え、さあさあやっていただいて、何もねえですけどね、さあさあ、どうぞどうぞどうぞやってください、どうぞ上がってくださいよ。ところで、何はまだかい、え、あ、さくらちゃんかい、今日は残業なんだよ。おー、やっぱり残業なんかやってんの。近所の宝石の情報でもやってんのか。本当はね、さくらキーパンチャーだけよ、おい、ちょっとこれはめてみて。